物販始めるとですね、結構クレジットカードの限度額使い切ってるというのが起こります。まあ、そんな時のためにですね、ペーパルに予備のクレジットカードを登録する方法です。まずログインして入出金完了をします。でスクロール下にね画面を映していくと、カードという項目があって、その中にカードを登録があります。でカードを登録をクリックすると、このように カードを追加。今ね、登録されているカードの情報が出てきます。ここでカードを追加を押して、カード情報を入れると。そしてカードを登録を押せば、えー、追加のクレジットカードの登録が終了します。これでね、メインカードが限度額いっぱいになっても大丈夫です。例えば後からね、カードを作って、 その後から作ったマイルカードでマイルを貯めたいとかいう場合は登録したカードをですねメインとして設定というのを押すとですねそのカードをメインにできますそんな形でペーパルクレジットカードの追加方法でした以上転売を堀秀夫でした